日本中国地方広島県広島市西区古行古江は広島県広島市西区にある旧西区郡、古田村の一部分をなす歴史ある地域である古い時代に天皇がこの地に船をつけたという古き入江の古事にちなみ名付けられた地名であるが現在は海に接していない様々な史跡が存在し武家茶道で知られる上田隆鹿流の家元も所在するなお ここでは、町町名に古港を関する地域について扱う。古江上は1丁目から2丁目まであり、人口2420人、世帯数939世帯、郵便番号733-0875。古港新町は1802人、777世帯、郵便番号733-0873。古港成長は3803人、1519世帯。 郵便番号733-0874。ここを当庁は2672人、1071世帯、郵便番号733-0872。よって、当地域の総人口は1697人、世帯総数は4306世帯。古港は、広島市中心部から西へ、約3から5キロメートル、同市西区に位置する地域。地域は、 南向きの斜面であり、地域内を JR 西日本山陽本線を呼び、広島電鉄宮島線が東西に走っている。西広島バイパスより、北が古江上、広島電鉄宮島線より、南が古江新町、そしてこの2地域に挟まれた、中央部の内西側がこを成長、東側がこを東町である。こを東町と、 古港新町の境界付近に古港駅がある。西で高田、東で高須、南で、かのえ馬、北西で、古田台と接する。原爆による火災消失分布図、古港地区の全域が被爆火災による消失から免れたことがわかる。以下の通り、総数、個数、または世帯数、人口、古港バスストップが西広島バイパスの本線上にある。 広島電鉄宮島線古江駅が地域南部にある。小井本町に JR 西日本山陽本線西広島駅、井口に同線新井の口駅があり、JR の最寄り駅となっている。西広島バイパスが地域を東西に貫いている。また、広島県道71号広島行き線が南北に貫いている。1945年アメリカ軍作成の広島市地図。 住宅はまだ少なく農業用地が多い。地域内を通る道路が作業道ハイウェイと表記されている。ありがとうございます。